うまそうだ。よかった、成功したみたい。うん、すごくよくできてるよ。味見してみようか。いただきます。どう？うん、うまい。本当？よかった。ああ、肉の柔らかさもちょうどいいし、味も深みがあってすごく美味しいよ。じゃあ次はキリト君のを見てみようか。お、おう、行くぞ。これは何？料理の手順はシチューだったよね。ああ、すぐと同じように作ったはずだ。なのにどうしてこうなった？私もこんな料理初めて見たよ。ねえ、これって味見しても食べられないものは入れてないんだから大丈夫なんじゃないか？そうかな。そうだよ。お兄ちゃんが作ったんだから、まずは自分で食べる。そうだな。キリト君、お兄ちゃん悪くない。え？というか、うまっ。ああ、二人も食べてみなよ。これを？シチューとは少し違うかもしれないけど、見た目に反して意外といけるぞ。そんなに言う。食べてみようかな。いただきます。いただきます。はん。どうだ？どうしたんだ？水何これ、喉がヒリヒリする。すぐこれ飲め。アスナも。死ぬかと思った。なんでこんなに辛いの？そんなに辛いか？確かにシチューというよりはカレーっぽいと思ったけど。お兄ちゃんの味覚再生エンジン壊れてるんじゃないの？辛いもの好きにも程があるよ。そこまで辛いかな。お水もう一杯。私も。ここだけはレプラコーンとして譲れないわ。私も絶対絶対嫌です。二人とも何か。伊豆さんにピナの装備を作ってもらおうと思って相談してたんですけど。何よ、人聞きの悪い。私はピナに最適な装備を提供しようとしてるだけじゃない。どんな装備なんだ？戦国武将風の兜よ。兜だから、なんでいきなり和風が入ってきちゃうんですか？せめて ALO の世界観に合った中世風の兜だったらわかる気もします。あんた、この兜の魅力を分かってないわね。ピナのことを考慮してかなり軽量化して。へえ、意外と。私が作ってるんだから当然よ。キリトも私の兜がいいと思うわよね。ちょっと待ってください。キリトさんは見た目そっちのけで、どんなにダサいデザインでも機能性を重視するに決まってるからです。私の作戦をカンパするとはやるわね、シリカ。甘いですよ、リズさん。結構ひどいこと言われてないか。違うんですよ。キリトさんはいつも真っ黒だからこそキリトさんであって、決していつも真っ黒だから見た目は気にしない人なんだなって思ってたわけじゃん。そうじゃなくて、キリトさんの強さは何を着てても。シリカ落ち着いて。そんなに必死に弁解されると逆にいたたまれ。じゃあピナの兜だって強さが一緒ならどんな見た目でもいい。それとこれとは話が別。どう違うっていうのよ。こっちの兜の方が性能は上なんだから、ま
迷い落ちなんて。ダメったらダメです。そういう問題じゃないんですってば。まだ応戦する気なの？二人ともダメだ。俺の声なんてこのままじゃいつになっても決着がつきそうにない。よーキーボー、もしかして。ああ、 SA キーボーの噂は俺っちにも届いてるぞ。SAO の時ほどじゃないけどな。こっちに入ってからもいろいろと情報収集をね。キーボーはスバルト・アールブヘイムの全クエスト攻略を目指すんだろう。ああそうだ、今後もアルゴの情報。もちろんだよ。キーボーとは SAO ベータテストからの付き合いだからな。アルゴも ALO にログインしてたなんて思ってなかったな。なあ、君たちに頼みたい。仲間がモンスターに襲われて身動き取れなくなってるの。そこにいるモンスターが強くて俺たちでは手に負えないんだ。いきなりですまないんだが救出を依頼。どうしますか？ありがとう、仲間がいるのは。お兄ちゃん、ああ、自分だけの技が。私が前にいるこの辺がちゃんと、そういえば。ああ、別は。でも、あくまで結局。うん。ま、俺、みんな隠して新しい技を。そうだね。ああ、今。確かに。もう、お兄ちゃんってば。
このくらいなら大丈夫だな。頑張って。こっこっこっしまった。したことなかったな。こんなの楽勝よ。私も結構やれるでしょ。おめでとうです。助かった。ここは危険だから。あんたらすごい。